キブラコンパスの仕組み。北に現在地の地域番号を合わせることで、真っ赤の方位が算出できる。キブラコンパス、または、キブラポインターはムスリムが携帯する生活用品で、方位自身の一種。通常の方位自身に、礼拝の対象である、キブラ、すなわち真っ赤のカーバがある方位を知る機能を追加した、ものである。床に埋まったキブラを示す標識。こうした、 設備の多いイスラーム圏ならば、常にキブラコンパスを持ち歩く必要はない。真っ赤のマスジドハラームにあるカーバの方角に向けて、1日5回の礼拝を行うことは、ムスリムの五行の一つで、基本的な生活習慣である。通常、イスラーム圏の街は、伝統的に自分たちの街から見た真っ赤の方角を、知っており、おのおののモスク内には、 真っ赤の方角を示すミフラーブという設備もあるため、礼拝の方角に迷うことはない。しかしムスリムがヒースラーアーム圏に出かけた場合や、他宗教の信者が多数を占める地域に住まうムスリムに、とって真っ赤の方角を知るのは容易ではなく、キブラコンパスはそうした人々のための道具である。 一般的なキブラコンパスは磁石を用いたごく普通の方位自身の周囲に回転可能な円形のダイヤルがついた形をしている。ダイヤル上には細かく数字が書かれており、使用者は付属の説明書から自分が今いるエリアの番号を探してその番号が方位自身の北に合うようにダイヤルを回す。ダイヤル上には数字とは別に一箇所矢印が書かれており、この矢印の指す向きが 真っ赤の方角である。最も広く市販されているメルカトル図法の世界地図は地図上の2点間の方位を正しく表していないため世界地図と方位自身があるだけでは真っ赤の正しい方角はわからない。キブラコンパスはこの点も考慮して作られている。例えば地図上では東京から真っ赤へは西南西に見えるが東京で キブラコンパスを合わせると正北西を指し、事実この方角が真っ赤への最短距離である。アストロラーベ古くより遠方に出かけるムスリム商人らにとってキブラを知るための道具は必需品であった。このため中世から近世にかけては本来公海上の測量器具であるアストロラーベがキブラを知るためにも用いられた。また、羅針板が発明されると早速この目的で利用され、 現在のキブラコンパスが出来上がっていった。近年では腕時計との一体型で礼拝の時刻をアラームで知らせてくれるものや内蔵した電子コンパスでキブラを自動計算する機能を備えた携帯電話も発売されている。またインターネット上でキブラを教えてくれるサービスも存在する。イスラム教以外ではバハイ教にも同様の機能を備えたコンパスが存在する。 この場合、コンパスの指し示す向きは、イスラエルの悪化にある、バハーウラー神殿となる。ただし、キブラはイスラム教の概念であるため、この場合キブラコンパスと呼ぶのは適切ではない。メッカを中心とした、正居法位図法の世界地図。ありがとうございます。